コサ Q&A ミキトニーに任せろ、はい、行きましょうか行きましょうか、今回はですね茨城じゃないよ茨城だよさんからいただきました。よく間違えられるやつ ね、はいはい、はい、間違えないで言いましたよ、はい、観光シーズンのみならずたくさんの観光客が来る南の楽園沖縄ですが、沖縄の観光拠点として宿泊するには意外に便利な沖縄市コザって聞きましたが、どこがどう便利なんですか教えてください。もう今更ね、もう散々これは迷ってるそうねよ私たち言ってる、うんうん、まあ単純に北部にも南部にも行きやすいちょうどいい位置に沖縄市があると思う。そうですね、これは何なら高速のインター沖縄南のインターがあるでしょ、うん、あります。沖縄南のインター降りたらすぐですよこの中野町とか、ね、アベニューとかねそう、ほんとそう、あの界隈は、うんうん、そうそう、まあそれもあるし、はい、まあ沖縄イコール、うん、まあ、ビーチリゾートとか、まあはい、ちょっとそういうなんていうの、リゾートホテルみたいなイメージがあると思うけど、うん、まあその例えばホテルに近いそのままビーチだけじゃなくて、うん、フリーの、うん、いわゆるイチャンダビーチっていうのが沖縄にはたくさんあって、まあそういうところに行かなくても、うん、全然こう海も楽しめるし、うん、なんなら沖縄市で行ったら夜の繁華街も ね、もうこれはもう代名詞と言ってもいいので、うん、まあコザの夜で遊べる、まあ遊び方がたくさんあるから、うん、なんならコザに泊まった方がより沖縄を楽しめるんじゃないかということです。本当にその通りでね、はい、リピーター増えてます。そうなんだよ、うんうん、もう皆さんコザの虜になっております。はい、はい、もうこっからね北も南も行きやすい、本当に西も東も近いもんそうだ ねちょうどいい位置、本当にちょうどいい位置だと思うよ、うん、本当そうなんですよ、うん、一度来たらもうね、うん、なんで笑ったの俺だって一度来たらもう一度来たらもう虜でございます。虜、あれこれ聞いたな、うん